よし、定時更新終了っと。みんな、もう少し休憩したら出発しよう。落石だ落石だ落石だ。え？うわぁ、落石だ、逃げろー。なあなあ霊夢、今日はどんな話をしてくれるんだ？あら、マリサ。今日は1980年8月に富士山で起きた大規模落石事故のお話をするわよ。日本人ならみんな知ってると思うから言う必要はないかもしれないけれど、富士山は標高3776メートルで、山梨県と静岡県にまたがる活火山ね。日本一標高の高い山であり、日本三霊山と日本百名山の一座でもあるわ。そして、この落石事故は、国内の落石事故史上最悪の惨事と言われているわ。富士山って標高は高いけど、観光地化しているから安全で登りやすい山というイメージがあるんだが、そんな大変な事故が起きてたんだな。で、その大規模落石事故はどんなものだったんだ？1980年の8月14日。この年は、例年の数倍の登山者が富士山に登っていて、この日も人が押し寄せごった返していたみたい。その理由はこの年がご縁年だったからなの。ご縁年？なんだそれは？富士山は紀元前301年の狩野猿の年に姿を現したとする伝説があって、60年に一度の狩野猿の年はご縁年と呼ばれているの。ご縁年はめでたい年とされていて、登山をすると1回で33回に相当するほどのご利益があるとされているようね。そのため、1980年は富士山登山者が例年よりかなり多かったようね。なるほどね。となると次のご縁年は2040年か。18年も先となると、登る体力はないかもしれないな。干渉に浸っているところ悪いけど、話を進めるわよ。この日、和歌山県赤十字特別救護隊の一行が、救急車1台、乗用車5台で富士山スバルライン5合目に来ていたの。車6台となると、結構な人数の隊員が来ていたんだな。なあ、和歌山県赤十字特別救護隊ってどういう組織なんだ？まあ、名前の通り、救護活動を行ってるんだろうけど。もちろんそうなんだけど、アマチュア無線の有資格者により結成された組織で、災害時の救援、輸送及び通信を主な目的として活動してるみたいよ。へえ、そうなのか。ところで、救護隊は何の目的で富士山に来ていたんだ？救急車も来てるってことは、富士山で事故があった時に対応するために来てたのか？それについては情報がなかったのだけど、この日はお盆期間中の上、ご縁年だったわけで、多くの人が富士山に来ることが分かってたわけだから。それを見越して救護隊を配備していたのかもね。正午頃になり、一部の隊員たちを5合目待機班として残し、残りの隊員たちは先発班、中間班、後発班に分かれて順番に5合目を出発。吉田ルートを登っていったわ。中間班にいたエリンは、5合目待機班と先発班の無線中継役を担っていたみたい。この日は天気が良く、風もほとんどない絶好の登山日より。目的地は8合目山小屋で、夕方までに着けばよかったので特別急ぐこともなく、ゆっくりと登っていったそうよ。そして、エイリンの班が6合目と7合目の中間あたりに到着した時、5合目に待機している班との定時無線更新の時間が近づいてきたため、小休止を取ることにしたの。休憩しながら問題なく定時更新を終えたエイリンが、もう少し休憩したら出発しようと思っていたところ、突如として先発班から緊迫した無線が入ってきたのよ。よし、定時更新終了っと。みんな、もう少し休憩したら出発しよう。落石だ落石だ落石だ。え？エイリンが先発班から無線を受信したのとほぼ同時に、雷にも似た地響きが聞こえたそうなの。そこで、エイリンがふと山頂を見上げると、人の頭くらいの大きさの岩や、2メートルはあろうかという巨大な岩が砂煙を巻き上げながら、上の方から猛スピードで滑り落ちてきたのよ。2メートル？そんな岩にぶつかったら、高確率で即死だろうな。人の頭の大きさくらいの岩でも、当たれば大怪我は免れないだろうな。しかも、落ちてきたのは1つや2つではなく、50、60個の岩が落ちてきたそうよ。そんなにたくさん？そんな場面に遭遇したら、恐怖で足がすくんで動けなくなりそうだな。エイリンたちの少し上の位置には、馬に乗って登山していた女性がいたそうなんだけど、落石の音に馬が驚き、彼女は落馬してしまったの。え？
富士山に馬？どういうことだ？吉田ルートの5合目には、富士吉田市乗馬組合が所有している馬が数頭いて、乗馬して登山できるみたいなの。今は、上りは6合目までしか行けないようなんだけど、当時は7合目まで行くこともできたようね。ええ、体力を温存したい人には選択肢としてありなのかもな。それにしても、人を乗せながら富士山登る馬すごいな。話を戻すわよ。落馬の衝撃で動くことができない女性のもとに、2メートルほどの岩が滑り落ちてきて、彼女の足に直撃。その後、その岩がエイリンたちの方へ向かってきたため。うわぁ、落石だ、逃げろー。エイリンたちが登山道から避難すると、さっきまでエイリンがいたところのすぐ近くを巨大な岩が通過していったそうよ。まさに、危機一髪ってやつだな。その後も、落石は引き続き登山道に沿って落ちていったの。エイリンは下の方にいる登山者に向けて、逃げろ、逃げろー。身振り手振りと大声で危険を知らせ続けたの。この落石は、富士山頂にある八つの峰、通称八神峰の一つである、くすし岳付近の岩場から発生したと言われているわ。落石は、山頂から一直線に吉田大沢へ滑り落ち。次に、本8合目あたりで吉田砂走り下山道に直撃。8合目にかけて多くの登山者を巻き込みながら滑り落ちていき。次にエイリンたちのいた、6合目と7合目の中間地点で再び登山者を巻き込んだの。最終的に頂上から1400メートルほど下った5合目付近まで落下して止まったようね。エイリンたちのいた場所だけでなく、8合目付近でも被害があったのか。かなりの距離を転がり落ちていったんだな。落石がエイリンたちのそばを通過していった後、すぐに救助活動を始めたの。まずは、落馬して足に岩が直撃した女性を救護するよう、班員に指示。そして、先発班後発班と無線連絡し、お互い無事であることを確認できたの。特別救護隊の皆さんは無事だったのか。よかった。その後、女性を救護に向かった隊員から報告があり、女性は、両足を骨折。しかも片足は複雑骨折だったそうよ。2メートルの岩が直撃すればそうなるよな。考えるだけでも恐ろしい。でも、直撃したのが上半身じゃなかったのは不幸中の幸いだったな。上半身なら確実になくなっていただろうし。女性の症状を聞いた後、エイリンは5合目の待機班にアマチュア無線で連絡したの。落石事故発生です。負傷者が多数いるようです。この連絡をしたところ、これを傍受した他のアマチュア無線局が話聞きたさに多数出てきて、渾身してしまい全く通話ができなくなってしまったそうなの。こんな大変な時になんてこった。これじゃ、助かる人も助からないぞ。そこで、エイリンは赤十字専用無線を使用することにしたの。日本赤十字は、国から無線の専用周波数を割り当てられていて、これを使用すれば渾身することなく通信できるのよ。おお、これで救援要請できるな。エイリンは近隣の支部に救援要請し、その後、負傷者を担架に乗せて5合目に向けて下山を開始。5合目に到着してからは、救急車で病院と5合目の間を何度も行き来し、負傷者搬送に尽力したのよ。負傷者の中には、頭部を負傷していた方もいたようなんだけど、それをエイリンは、頭部がザクロのように破けていた、と表現しているわ。うわぁ。実際に見たらショックで倒れてしまいそうだ。特別救護隊以外にも、山梨県警が編成した150人の救助隊や、陸上自衛隊。被害に遭わなかった登山者や山小屋関係者が一丸となって、負傷者の救助に当たったそうよ。最終的に死者12人、重軽傷者29人の大惨事になってしまったの。ちなみに、検視の結果、亡くなった方の多くは頭部を潰されていて、即死だったそうよ。即死か。頭に当たれば、まあそうなるよな。富士山でこんな悲惨な事故が起きてたなんて知らなかったぜ。この事故の後、行政は、予測できない落石により発生した異常な自然現象による災害、と認定し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて、亡くなった方の遺族へ災害弔慰金を支給することが決定されたそうよ。そんな法律があったのか。恥ずかしながら知らなかったぜ。さらに、この落石事故で、富士山登山道で発生した落石事故は交通事故として扱うべきか否かで、損害保険業界において議論となったみたいよ。通常は登山道は道路として扱わないそうなんだけど、
この事故では、登山道が道路と認められて、交通事故として保険金が支払われたそうなの。へえ、ありがたい話だけど、なんでそんな異例の対応をしたんだろうな。いろいろ理由はあるみたいなんだけど、当時日本の損害保険業界は、交通障害保険の販売に注力していて、この事故での保険金支払いの実績を、保険商品の宣伝のために利用したかったという説が濃厚ね。まあ、そんな理由だよな。この落石が発生した日は、荒天で風速は6メートル程度であり、地震や火山活動などはありませんでした。また、発生箇所は登山道から離れていたため、落石は人為的なものではなく、自然発生であると見られています。1980年の4月には、富士山で大規模な雪崩が発生しており、岩石への侵食が進み、また、そもそも富士山が火山灰、火山礫等が積もってできた地層が脆弱な成層火山であるため、このような落石が起きるのも、時間の問題だったのかもしれません。この年がご縁年で多くの登山者がいたことも、41人もの死傷者を出した原因でしょうね。日本人にとって身近に感じる富士山ですが、気楽に登ろうと思うのではなく、こういう事故が起きるリスクを承知の上で臨まねばならないかもしれませんね。最後に、あなたは、この事故について何か思うことはありますか？ぜひ、コメント欄で考え、ご意見を教えていただけると参考になります。ご視聴、ありがとうございました。